けるっていうのが一番大事な作業ですかね。うん、どこがエッジなのかっていうのを認識できる、するかどうか。はいはいはい、崖の先端ここだよっての分かると、例えばここにこういう橋かけりゃいいんじゃないって、あそこのあそこの岬近いよねっていうのが見えてくるんで。その解像度を上げるにあたって、まあ、論文読んだりとかするっておっしゃってたじゃないですか。まあ、自分の多分研究分野とか、そのなんか隣とか、その近くみたいなのは多分全部読むんだろうなって思うんですけど、大体それがどのくらいなのかと、あと多分業界の知識みたいなので、多分全体的な知識レベルを上げるとか、あの情報レベルを上げるっていう作業を多分してると思うんですけど、その辺っていうのはどの辺までやってるかとか、どのくらい具体的にこう読んでるかとか、まあ時間とかですね、なんか、その辺ちょっと。いや毎日読んでますね。毎日、その何冊とか、なんか一日、なんだろう、どのぐらい読むんですか？数本読みますけどね。結構な時間かけてるってことですよね、多分。やっぱり何か、まあこう、検証したりすると、また新たな疑問が出てきたりするんで、うん、まあ、その都度調べますし、なんか新しい仮説立てようと思っても、やっぱりその都度調べますし、まあなんか意図的にでもインプットしてる気持ちはないんですよ、基本的に。なんかそういうのってこの時間やったらどうとかじゃなくて、うん、自然としてるので、ああもう気になるですね、はい、いい結果出すためにはインプットしないとダメで、最新の情報ってなんか自分が要は仕入れられてないだけで、はい、実は他のところでやってるんじゃないかっていう不安ってないんですか？研究の人たちとかよく言うのは、少なくとも自分と同じことを世界中で5人はしてるってよく言うんですけどね。ああ、まあそこで切磋琢磨してっていう話。はい。はい、だから頑張って早く。ああ、なるほど。もうやってる前提で考えてるんですね。で、そこを出してないかとかっていうよりも、早くまず自分の研究を出すっていうのにもう完全にフォーカスして、それでやってるってことですね。はい。探してもしょっきりないので。ああ、いや、結構それ辛くないですか？その、精神的に、いや、要は、自分がめちゃくちゃ本気でこうやって、めっちゃいいと思ったら出されちゃったみたいな。のってあんまり 100% 同じにはならないんで、何やっても。ああなるほど、そしたらなんかこの研究もあって、この参考文献2個参考みたいなのがあるって、はい、そういう意味なんですね、はい、100% 一緒じゃないし、まあ、動物種の数とか違ったり薬とか違ったりとかってことか、はい、まあ、だから全く無意味になることは、まあ、ないよっていうところですね。あ、で最新の研究の一つとして紹介されることもあるってことで、やっぱ研究者って、まあ、めっちゃ怖いなっていう印象があって、ただの人になりかねないというか、なんかポスドク問題ってあるじゃないですか。なんか研究者、博士課程は行ったけど、結局その企業も逆にコストが上がっちゃって雇ってもらえない。で、研究としても花が咲かないみたいな、研究者。そこって、研究者から見るとそんなに問題じゃないですか。あんま重医療だとあんまないですか？人によるだと思うんですけど、その人生に対する考え方がの問題だと思っていて、あ、はい、別にいいんじゃないかな、それならそれでもって思って。なるほどね。究極漁師とかでもいいかなって常に思ってるし。ああ、なるほどね。なるほどね。はいはいはい。船酔いしないから朝お魚釣っても、美味しいお魚食べながら夜飲めたら、それでもいいかなぐらいの気持ちでやってるから。はい。とりあえず、まあ今好きなことできたらいいかな。最高。最高ですね。もう本当に没頭してるって感じなんですね。要は。そうですね。あまりキャリアプランとかもないですし。そうなんです。立てらんないですしね、まず。なるほど。まあタイミングみたいな。要はポストが開かない限りは。なんとなくそんなのはありますけど、うん、まあ正直明日とか来年のこととかよくわかんないし。いや、わかるわかる。すごい。海外行こうと思っても、こんなふうにコロナ出てきたりとか。はいはいはい。確かにね。時代とね、流れは読めないですよね。あんまり考えてもしょうがないかなと思って、ね。まあ自分にできることを自分のまあ心に従って、とりあえずやるっていうのが。うん、かっこいい。若い頃は結構いろいろ考えたんですけどね。最近はなんか今やってることが楽しいから、そんなことないですね。じゃあ今後の目標みたいなの、やっぱりがんを治すっていうのは目標ですかね。その、はい、まあ一番の大きいところか、はい。僕結構がん治ると思ってるんですよ、自分が生きてる間に。そっちの方が心配かも。何が心配ってそれかも。がん治っちゃう。治っちゃうから。で、その次どうしようっていうのが最近の心配事かもしれないですね。今まで研究者になって、なんか辛いこととか
なんかあんまり僕だけ辛いなと思ったことないですかね。みんな辛いしね。まあまあ、当たり前のようにね、仕事をしたりとかするっていうのは、ちょっと大変なこともあると。辛くないですよね、正直。ああ、なるほどね。辛いことはないけど、心配というか、うん、どうなのかなって思ったいっぱいありますよ。どんな？なんだろう。まあ、一つはやっぱりこう、ペットが少なくなってること、日本で。僕らは5、60ぐらいの時にはもう半分以下ですよね。うん、まあ人口もね、人口は減るってことは、まあ、当然減るってことで、うん、あと飼いづらいっすよね、東京だと特に。そうですよね。でも獣医師の数は一緒ずっと一定ですから、ね。で、それが課題だろうなというか、うん。やっぱり獣医師の仕事をこう世の中の中でどうやって増やしていったらいいのかなってのは、ね。あ、獣医師の仕事を増やすのか。あ、だから、獣医師の数が、まあ、多くなる、うん、溢れるんじゃないかっていうところか。獣医学って好きだから、自分が。獣医学っていうの地位が上がったり、広がりが発展があったりしたらいいなってやつで。一方で、この小動物医療、まあ、国内に関しては、まあ、予測としては減ると言われていて、まあ、それ、どうにかした方がいいよねっていうのは思うし、うん、同じ小動物獣医師としては、仲間がいっぱいいる中で、何かした方がいいよね。途中から入ってくる研究の分野って、要は35とかになったりとか、はい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 、年齢どう思います？なんか転職とかできるんですかね？なんかいます？周りに。いないですけどね。全然できるじゃないですか。あとあれかな、研究からの企業で研究みたいなのって。ああ、いっぱいそっち方向は結構いますけどね。うん、いや、ね、火星で、ペットを飼うにはどうしたらいいか考えたり、多分さ、100年ぐらいしたらさ、100年もしなくてもさ、うん、僕らが生きてると多分火星行けんじゃないかなと。いや、わかる。すっごいわかる。いや、俺、あの、宇宙で死にたいっていうのが結構もうテーマとしてあって。学生のメッセージとしたら、あれだね、うん、火星でどうやってペット飼うか一緒に考えようって。あ、いや、火星なのかっていうのが、私は作るんじゃないかなって。ってああ宇宙ステージで一生生きるんじゃないかなって思ってて、死ぬを選べるみたいな形は違うんですけど、多分肉体なのか VR の世界で生きるみたいな、今だとそのぐらいしか考えられないですけど、なんか今感覚を飛ばすみたいなのでちょっと研究してる人とかいるじゃないですか。でゆくゆくはちょっと近い将来2、30年後ぐらいに離島とかにその人型のあれを置いといて、それにこう移して、それが旅行とかしたりとか。いや、そう思う、僕も、まあ。バーチャルリアリティの研究とかもしていて、うん、バーチャルリアリティ VR センターで東大にあるんですけど、はい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 、そこの研究者と一緒にバーチャルリアリティの研究とかもしてるんですけど、うんうん、まあ、その人たちは5歳センターですけど、まあ、その人たちと研究してると、そういうことだなと思います。はいはいはい、あ、一通りの、ね、感覚は、うん、いけるんですよ。ねねねね。で、それがあるから、まあ旅行とかもそうだけど、まあオペとか、うん、なんか離島に行って、今、避妊手術とかしてるけど、まあ行く必要なくねみたいな。そういう研究してるんですよ、今。ああ、いや、いいな。すげえ面白いな、それ。いやいや、めちゃくちゃいいな。うん、その次の、だから世界が。そうなんですよ。マトリックスには多分なるんだけど、一部的に。ある程度は、うん。でもマトリックスにならない部分があって、うん、マトリックスっていう映画ね。はい、わかる。映画にならない部分があって、うん、まあ、それって何かわかんないけど、まあ、そういう部分だったら残ってくるんだろうなと思うし、うん、で、まあ、多分そういう、まあ、さっき言った田舎とか自然とかの方にも回帰してくるだろうし、うん、まあ、でも宇宙の方にも広がってくるんだって、うん、その時にこう僕らペットを仕事の対象としてる人たちはどういう働き方になるのかなって、うん、いや、それすっごい興味はあって、本当にそう、その考えた方がいいよっていうのいや、そうね。いや、だからペットがでもなんかぬくもりとペットを飼うことのなんかそこから得られる喜びだったり嬉しさだったり、まあ教育面だったりとかってめちゃくちゃ大事だと思ってる人が多分獣医さん多いと思うんだけど、それは残したいんだよね。で、人と、まあ、伴侶動物のあり方、関わり方、ペットのその良さっていうのをどう保存していくかじゃないけど、そこをこうね、50年後でもペットを飼える、どういう状態で飼うのかですよね。そこをこう、
未来を描いて、そこをデザインしていくみたいなのをやりたいですよね。なんか、めちゃくちゃずっと考えてるんですよ、実は。その、結構同じだね。なんか、なんか、アイボとかいろいろあったじゃん。なんか機械化するのはちょっと本当に寂しいなと思ってて。そういったことを、うちの教授の先生とかも考えて、なんかそういう JPETS とかそういう集まり考えて、ぜひ。ググってみて。JPETS。じゃあ、本日は加藤先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。